こんにちは、マキシです。オンラインのドイツ語教室をスタートします。イェーイオンラインでやる理由があります。 日本の動画を撮って、全国の私のファンと仲良くなりたいと思ったから、オンラインにします。もちろん、あのー、まあ、し、しばらくはオフラインのイベントはやらないと思うんですけど、代わりにオンラインで仲良くなって、オンラインの方が、ま、なんか、どこでもどこでもこう、勉強できると思って、あの、やりたいと思います。人はもちろん、あの、参加してくれたらめっちゃ嬉しいんだけど、そうじゃなくて、地方に住んでる人 普段、ドイツ語講座が近くにいない人にも、まあ、参加ができるんじゃないかなと思って、あの、スタートしました。そうすると、あの、東京の方はもちろん、あの、大阪、うちみたいに大阪に住んでる人もそうだけど、そうじゃなくて、もう山口県の山奥に住んでも、ドイツ語を勉強できるようになります。それが、まあ、目的で、オンラインでやりたいと思います。で、オンラインでは、ズームというアプリを使います。で、えっと、恥ずかしい人、 たら、ズームのアプリの設定で、おね、可愛い,いスタンプとかニックネームで参加しても構いません。スマートフォンか、あるいはパソコンで、あの、参加はできます。全くドイツ語を勉強したことない人がターゲットです。だから、あの、昔、昔、大学の時に。 ドイツ語は少し習いましたが、そこからもう20年経ってると、もうあなた、そうぴったり、もう一回ゼロからやっていきたいと思います。で、えっ、ー、と、選んでる、今回選んでる教科書は、こんな風にめっちゃ可愛い絵とか、イラストとかがついてるんで、だから女性の方でもね、 こうね、あの、こんな風に。ドイツ語訓練にも評判が高い教,教科書です。で、えっと、なんか一番こうね、あの、ドイツ語が話せるようになりたいとか、ドイツ旅行行ってみたいっていう人向けの教材なんで、あの、それは誰でも、まあ、楽しく勉強できるんじゃないかと思います。で、このオンライン教材は3名を見つけてから、あの、スタートします。3名ぐらいは見つかるんじゃないかなと思うの。 この動画の下の,あのコメント概要欄にあのクリックして ホームページに飛ばして、えっと、皆さんにお名前とあと、そのオンラインの授業で、まあ、どうしてドイツ語を勉強したいかっていうのをちょっとメッセージ送ってくれたらすごく嬉しいです。で、えっと、ホームページの方に、そのオンラインのあの、ドイツ語の教室のあの、詳しいことが書いてあるので、そこによかったらご確認ください。今日もご清聴ありがとうございます。いいねして友達と二人で散歩する場合に、 授業料を割引きにします。1000円も安くなります。1000円そう1ーぜひ友達と一緒に持ち込んでみてください持ち込んできてね